今日からね、有機化学の分野に入っていきます。有機1回目、セミナーの範囲はこれです。260度ページの炭化水素から始めます。炭化水素の分類。炭化水素の炭というのは C やね。で、水素は H。これは C と H のみからなる物質ということです。で、挿し木というのはね、この砂上直線上につながっていると。挿し木。間式というのはね、三角形とか四角形、五角形、六角形。この、何角形、三角形、四角形、五角形を含んでいるものを間式炭化水素と言います。で、アルカンからやりますね。アルカン。アルカンというのはね、これ、炭結合ばっかりでできたやつ。アルカンって言います。アルカン。ね。最後、AMで終わるんです。アルカン。英語名で書いていこうと思ってます。アルケンというのはね、アルケン。これ二重結合一つあったらね、この青を円に変えるんです、これ。ね。アルキン。これ三重結合一つあるやつはアルキンって言うんですけど、アルキン。YNE にしますね。YNE。アルキンって言います。シクロアルカン。シクロアルカンっていうのは、シクロというのはこれ、感情というのはこれ。サイ、シクロアルカンって言います。シクロっていうのは、これは、カンって言います。シクロね。これはカン。シクロというのは、カンって言うな。シクロアルカン。シクロアルケ。これ、シクロ。カンになってて、二重結合が一つある。こんな話ですね。感情になって二重結合が一つあるんです。これはシクロアルケって言います。これ、英語で書くと、シクロアルケ。方向度のやつはまだ後でします。で、これ一番簡単なやつがエタンというな。エタン。これエタンは、英語で書いたエタン。最後、KAMEもあります。これはエチレン。これエチレンというのはこれ慣用名な。よく使う。あだ名です。あだ名。これは、エタン。エテンと言いますからね。エテン。最後、ENE で終わるのがこれ二重結合が一つあるという意味です。これアセチネン。これアセチネンというのも、これはあだ名、慣用名。よく使う名前なんですけど、こちらはね、エチネンです。で、シクロヘキサン。C が6つをヘキサンなんですけど、これはシクロヘキサン。最後、アンドラルね。二重結合がない場合は最後、アンドラル。これはね、シクロヘキセンなんですね。二重結合が一つあるので、ヘキセン。これはベースな。ちょっと原子化の話しておきますよね。原子化。H は原子番号1で、K が電子1個あるな。これは電子1個欲しいということで、手の数。原子化というのは手の数ですけど、手が1本出てると。半数は6番で、KL24。これは電子4欲しいな。L は、電子8個が安定なんで、4つ共有結合して、手が4本になります。同様に N は3本、O は2本と。これ原子化酸になります。で、今、エタンね、これちょっと作ってもらったんですけど、こんなんですね、エタン。見るか、な。エタン、ね、C、これ黒が C やで、な。で、この水色が H、これまあ、これで回転します。ね。これがエチレン。ね、二重結合が一つあるやつをエチレンというんです。二重結合一つあるやつはエチレン。こっちの方が見やすいかな。ね。こっちは見やすいですか。水色が見にくいですか。ね。二重結合。これがエチレン。これで、ね。で、三重結合一つ。これアルキンじゃない。三重結合。ね。これ、こんなんね。でこれが、シクロヘキサン。こんなんですよね。六角形です。これはボート型といってね、この黒が2つ上がってるよ。でこれをくっとこう曲げたら、これ、
チェア型というか、椅子型というか、こっち、これが下がってて、こっちが上上がってるな。これシクロヘキサンは2種類あるんです。でこれがシクロヘキサンです。これがシクロヘキサンですね。あの六角形はヘキサン、シクロヘキサンというけど、二重結合が一つあるのでシクロヘキサンなんです。でこれはベンゼン、方向ベンゼンと言います。で、次ね。みんなね、あのアルカンね、これアルカンってみんなカタカナで書いて、レベルで書いてくれればいいんですよ。アルカンって最後 A で書いてね。でこれアルカンはこれメタン、メタン、エタン、プロパン、ブタン、ペンタン。で10個ぐらいはないからな。ヘプタン、オクタン、ノナン、デカって書いてあるんだけど、今は5つしかなくなってでしたけど、まあ5つぐらい覚えてもらおうかな。でこれを覚えたらね、この ENE にこう ENE に書いたらプロペンとかね、あの名前ね、あの覚えなくても名前つけれるんですよ。あとこれとアルキル、この H が1つ少ないやつをこれアルキルって最後アルアンを YL に変えるんですね。例えばこれやったらな、さっき の, あのメタルとかアンを YL に変えたらメチルな、まあ、メチルで覚えてるわけだけど、うん、忘れてしまえろ。これは YU で言ったら H なんだ。この、これ YU に書いたらね、プロフィル、ね、これプロフィル。あの、名前ね、覚えてなくても付け方さえ覚えたらね、あの、全部名前言えるんですね。覚えなくても済むんです。これはね、ブタンやからブチルですね。最後、ブタンの案を覚えた。これブチル。これはペンチル。最後のアンをファイルに変えるね。で、このキーっていうのはね、これはなんかメチルキーがあるからな。これエチルキア。これプロピルキーな。このイソというのはね、この一番最後はこう枝分かれしてるようなやつ。あんまイソ。C が3つから取れてますね。これはブチルキー。英語で書いていた方が応用が効きますよね。はい、終わります。